あーちぃ、なんだこの暑さ。なんか後ろ姿をこう見てるとやっぱかっこいいなと思っちゃうよ。どれ、ここ？そう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 、本当になんかすげえ間があったね。いやでも本当あれね、なんか桂田さんとお付き合い始めてからこういう車運転したくなっちゃったよね。本当買えるもんなら買ってみたいよ、こういうの。すぐ伸びちゃうね。草刈りしたばっかり？草刈りしたばっかりだって言ってますよね。いや、してないですね、草刈りは。この間っていつの話なんだろう。1ヶ月くらい経ってんじゃねえかな、もう。あ、1ヶ月は経ってねえか。してないみたいよ。全然枯れ草がないよ。え、本当だ。全く。じゃあ、御開帳といきますか。御開帳。夏っぽくは身の危険を感じるほど暑いですね。暑い。姉さんもここに来るんですか。そうですね。ここで乗せちゃうんだ。じゃあここで、このままでいいです。このままですか。うん。はい、ありがとうございます。まあ軽トラ乗せるとやっぱちっちゃくはないね。ちっちゃくはないわ。乗用車に積もうかって言えばそういうサイズではないですよ、ね。ダメだ。あ、そうだ。どうも。はじめまして。お世話になります。吉岡です。お願いします。もう顔出しでいいの？別にいいですよ、本当。はい、京都からでしたっけ。あ、そうです、はい、京都のどちらにお住まいなんですか。京都の結構真ん中の方です。真ん中って御所のあたり。あ、ごめんなさいです。へえ。あ、じゃあご先祖様はお公家さんなんだ。あ、でもうちはちょっとなんか混ざってますね。桂田さんもほら祖先はね京都だからね。なんか天然クーラーなんですって。天然クーラーです。快適だったんじゃないですか。いや、もう快適でしたよ。SDGs とかやっぱ気を使ってた。SDGs だね、確かに。いや、もう本当にしんどかった。後ろのガラス外してさ、風の向きに。あ、そうっすね。はい、いいっすよ、効果の。もう何年ぐらいのお付き合いなんですか。
え、まだそんななの？ずいぶんお付き合いがありそうな雰囲気ですけど。シャチ君と同いですよ。シャチ君と同いです。同い年？あ、そうなんだ。シャチ君ならまあそうか。やっぱりトラック好きなんだ。まあ、っていうのと、まあ、結構意外とまあ、物運ぶ用事は結構あるんで。へぇ、まあ、すごいっすね。ドクターペッパー、これ仕事じゃない。そうそう、よく冷えますね。冷えるんですよ。もともとついてるんですか。もともと落ちてる。あー、ちょっと痩せたら皆さん乗った方がいいよ。乗った方がいいよ。冷やした方がいいですよ、体。いやいや、熱中症になるよ。本当ひどい暑さだわ。世話になるよ。名古屋抜けるのに2時間半かやばないっすか。はい、残り10分。え、混んでたんですか。いや、あの夜間通行。あ、そうかそうか。今なんかやってるじゃない。やってる、どこも。あ、そうなんだ。降ろされちゃったんだ。いや、ほんで、あの東名阪がバイパスになってて、はい、ナビで見たら事故3件やったんですよ。もうこれは下で行った方が安いからと思って。なるほどね。規制の終わりまで下で行こうと思ったら、そうはなくはなかったです。疲れて、渋谷から負けるの高速乗ったもん。ダメだこれ、明日の朝明るくなってから着いたじゃ寝れないから。全然ちゃうじゃないですか、僕。さすがに乗ったんですか、ちょっと。さすがに今回乗りましたね。今回ほら、ほぼ絡みだから。まあ山あの辺越えるだけでもね。さすがいつもね、うん、高速うまく使わないですけども。朝寝れないだろう。6時頃着いて。いや、ドクターペッパー美味しいでしょ、それ。いや、久しぶりに飲みましたね。飲み切りセンターで飲んでんじゃん。ああ、いや、ほんまに失礼しない。お金かかっても練習屋さんなので、ちゃんとやって。いや、やってもらったら絶対いいよ。絶対そうそう。どれくらいお金かかるんですか。そ、結構、まあ、ピンキリだろうけどね。歩くしかなかった。ああ、そうなるんだ。こっちに入れていた230なんじゃないですか。ああ、そうなんだ。車、トラックがあるエンジンって結構やる距離ついてなかったら、それは全部なきゃ似たようなものを確保してつけるのかしらって。天然クーラーは辛いな。いや、やばいっす、ほんまにもう異常な暑さだもんね、6月なのに。まだ今回は本当はキャラバンでこれのはずやって、あれエアコンついてるから。そう。令和のこの時代にヒーターアイランドに。いや、こんな人やばいっす。すごはいな。本当に聞きがいいんですね、これ。ちょっとだけ触らせてもらっていいですか。あ、すげえ、キンキンじゃ。冷凍庫ついてますね。ね、